アトランティック・アベニュー、バークレイズ・センター駅は、ブルックリンク中心部にある、ニューヨーク市地下鉄の駅であり、アトランティック・アベニュー、フラット・バッシュ・アベニュー、4番街、パシフィック・ストリートの4本の通りに囲まれている。BMT ・ブライトン線、BMT ・4番街線、IRT ・イースタン・パークウェイ線の乗り換え駅で、次の10系統が乗り入れている。 13系統が乗り入れるタイムズスクエアマイナス42丁目、ポートオーソリティバスターミナル駅に次いで大きな乗り換え駅である。2015年には1361万7153人が利用し、ブルックリンク内で最も繁忙な駅であり、ニューヨーク市地下鉄全体でも21位の利用者数である。指令書は1980年、複合駅全体としても2004年に、 アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されており、障害を持つアメリカ人法に準拠した障害者対応駅でもある。1970年代以末に構造や外観の修繕が行われた。壁タイルは修復され、古い看板や白熱灯は現代的なものに取り替えられた。また、階段やホームの角も修繕された。 パシフィックストリート駅部分は1999年から2000年にかけて大掛かりな修繕が行われた。この際に装飾が修復され、障害を持つアメリカ人法への対応が図られた。または階段の修繕や壁及び床タイルの張り直し、照明及び放送システムの更新を行った。また、プラットフォーム端には ADA 対応の黄色い安全帯が施され、 観光船及び急行船の枕木も新しいものに交換された。2004年末には車椅子利用者に対応するためホームと地上を結ぶエレベーターがホーム両端に設けられた。2009年6月にメトロポリタントランスポーテーションオーソリティはこの駅の命名権をホレストシティラトナーカンパニーズに20年間毎年20万ドルで売却した。バークレイズセンターは ホレストシティラトナーカンパニーズのアトランティックヤード再開発プロジェクトの一部として2012年9月に開業予定で、命名権はバークレーズが購入していた。このため、駅名は2012年5月にアトランティックアベニューパシフィックストリート駅からアトランティックアベニューバークレーズセンター駅に改称された。また、これに合わせて複合スポーツ施設の近くに、 新しいメザニンと料金管理エリアが設けられた。i r t イースタンパークウェイ線、アトランティックアベニュー、バークレーズセンター駅は3面4線を有する急行停車駅である。中央のホームには以前運行されていたラッシュ時以外のタンク間列車のための古い自列車接近表示器が2つ残っている。ブルックリンアカデミー・オブ・ニュージックへの古い様式の看板も残っている。 また、波形の壁にほとんど遮られてはいるものの、ロングアイランド鉄道アトランティック支線への連絡線が北駅観光線の北端に残されているのを見ることができる。ロングアイランド鉄道アトランティックターミナル駅のホームはイースタンパークウェイ線よりもやや低いところにあり、こちらははっきり見ることができる。この駅は、もともと1908年の開業時には、 イースタンパークウェイ線の終端駅であり、南端が繋がった3面2線の東端式ホームであった。その後、北駅観光線の路盤整備と線路の溶接の再試行など、全面的な改層工事が行われて、現在の構造になった。ホームの下を通る連絡通路で南西の BMT4 番街線及び北東の BMT ブライトン線に行くことができる。また、 駅の南端には、ブライトン線への連絡通路がもう一本あり、バークレーズセンターのすぐそばに出ることができる。バークレーズセンター出口にはアリーナでのイベント開催時のみ係員が置かれる窓口と、2本のエスカレーターが設けられている。当駅は車椅子対応ではあるが、急行線ホームには車椅子で通るには狭すぎる部分も、いくらか残っており、列車接近時には、 注意を促す放送が入るようになっている。また、ホーム上の階段は、車椅子が両脇を通れるよう、改装時に幅が狭められた。この駅の北側には、南行き観光線から分岐して4番街の下を通る計画路線に向かう、未使用の路盤がある。これは、マンハッタン方面行き急行線と交流して、ネビンズストリート駅構内の急行線の間にある、 車止めまで伸びている。この駅は両サイドに各駅停車用の相対式ホーム、中央に急行用の島式ホームを配した構造になっているが、このような構造としたのは当駅がアトランティックターミナル駅との接続駅であるためで、各駅停車と急行の乗り換えを隣のネビンズアベニュー駅に誘導することにより、極端な混雑を抑制するのが狙いである。なお、 同様の構造の急行停車駅は他に34丁目、ペンステーション駅がある。BMT4 番街線アトランティックアベニュー、バークレーズセンター駅は、島式ホーム2面4線を有する急行停車駅で、1915年6月22日に開業した。ホーム北端に階段2本とエレベーター1機が設けられている。改札口の先には、 パシフィックストリートの北隅に出る階段と4番街の北隅に出る階段があり、北東角にはメザニンに降りるエレベーターが1機ある。また、連絡通路で複合駅内の各駅とつながっている。2面のホームは壁で隔てられている。BMT ブライトン線アトランティックアベニュー、バークレーズセンター駅は、島式ホーム1面2線の駅である。階段が7カ所あり、 三箇所はホームからメインメザニンに向かうもの。二箇所はホーム北端からハンソンプレイス出口。二本はホーム南端からバークレイズセンター出口と IRT e ースタンパークウェイ線のメザニンに向かうものである。バークレイズセンター出口にはアリーナでのイベント開催時のみ係員が置かれる窓口と二本のエスカレーターが設けられている。ハンソンプレイスへの階段を上がると ウィリアムズバーグ貯蓄銀行に出る。以前は、ハンソンプレイス出口にも窓口があり、仮想会の通路からホームに行くことができたが、現在は窓口は撤去され、通路も埋められており、ハンソンプレイスへという案内板は、大いがかけられている。この部分は、また職員用通路として使われている。メインメザニンには、ロングアイランド鉄道アトランティックターミナル駅への他、 車線連絡通路と IRT East t イースタンパークウェイ線側に終日利用可能な改札がある。アトランティックターミナルモールに向かう階段が2本あり、以前はその2本の間にもう1本階段があった。北側の階段は改修工事の際に増設され、他の2本は階段の間に最低91センチメートルのクリアランスを設ける。 という ADA のガイドラインに合わせて幅が詰められたホームが延長されたことはホームの南端を見れば明らかである。北行きホームの壁には駅名表と A をモチーフにした装飾のレプリカが飾られ、一方で南行きホームの壁ではそれらの周囲がタイル張りになっていた。南行きホームの延長部分の壁にも同様のレプリカが取り付けられている。 1960年代に重量編成に対応するためにホームを拡張した部分は改装前にはただの緑一式の壁でモザイクはなかった。駅の北側にはベルマウスがありマンハッタン方面行きの列車から見ることができる。このベルマウスはすでに廃止になった BMT フルトンストリート高架線と接続するために計画されていたアッシュランドプレイス連絡線のためのものである。 BMT5 番街線アトランティックアベニュー駅は、島式ホーム1面2線の高架駅で、BMT カルバー線と BMT5 番街線が乗り入れていた。駅は、フラットバッシュアベニュー、アトランティックアベニュー交差点付近、現在の駅舎の右上方にあったが、すでに取り壊されている。セントジョンズプレイス線、フラットバッシュアベニュー線、3番街線、7番街線も乗り入れていた。 北隣は、フルトンストリート駅、南隣は、セントマークスアベニュー駅であった。1923年6月25日には65丁目ターミナル駅からの2両編成列車が、脱線して、フラットバッシュアベニューに転落する事故が起き、乗客8人が死亡、多数が負傷した。その後、地下鉄の利用者が高架線の利用者を上回ったため、 1940年5月31日に廃止された。ありがとうございます。